木原防衛大臣は、2024年7月18日、鹿児島県の自衛隊関連施設である馬毛島と奄美駐屯地を視察したという情報がありました。今回は、そんな馬毛島基地着工から1年半について見ていきたいと思います。この訪問は異例のことらしいです。2024年中には完成を目指しているという馬毛島の滑走路工事ですが、3年遅延の可能性も出てきているようです。有事に備えて、どれくらいで離島を基地化できるかってのも、訓練の一環で難しいかな。防衛省が直面している課題に迫ります。関連施設の視察を実施しました。西之表市の馬毛島と奄美市の奄美駐屯地を視察したということです。馬毛島の位置ですが、日本に初めて鉄砲が伝来した種子島の西およそ 12km に浮かぶ離島です。行政区分上は、種子島の西之表市の管轄下にあり、総面積 8.20km。ほどの小さな島です。一方、奄美駐屯地は、奄美群島の中で最大面積 712.35km の奄美大島です。陸自奄美駐屯地は、行政区分上、島北部の奄美市が管轄していて、駐屯が始まったのは2019年からでした。奄美大島には、陸自奄美駐屯地と瀬戸内郡田室地の2カ所に2019年、同時に部隊が配備され、2014年度からの第26期中期防衛力整備計画に基づいて南西諸島防衛力強化策の一環として実現された経緯があります。目的ですが、2000年代以降、急速な軍備拡張を続け、日本の南西諸島方面への軍事的圧力を強めている中国への防衛を基としたもので、つまりは防衛力の南西方面シフトを具現化させたものと言われているようです。奄美駐屯地には、およそ230名の警備部隊員、中距離地対空誘導弾、通称、中 SAM を運用する部隊員が約60名、近代戦には、必須の電子戦部隊を中心に、総勢でおよそ350名が配備されていて、周辺の防空を一手に担うことになっています。その奄美駐屯地の例下にある瀬戸内郡田室地には、およそ130名の警備部隊員と、地対艦誘導弾、通称、SSM の運用を行うおよそ60名の部隊員を中心として総勢210名が配備され、奄美大島周辺への敵艦艇の接近阻止任務に当たっているそうです。木原防衛大臣は7月18日の午前中、2022年4月から稼働している奄美大島の射撃訓練場を訪れ、この施設の稼働以前まではこうした射撃訓練は九州本土でしか実施できなかったが、運用コストの低減が図られていると、担当者から説明を受けたと見られています。こういった説明を受けた後、防衛大臣は、部隊員らに訓示を行い、奄美駐屯地や瀬戸内郡田室地が持つ防衛体制を対外的にアピールし、中国を考えていると推測される武力行使による現状変更を認めないという日本の意思を強固に示す必要性を説いたそうです。本人が、直接中国に訴える気はないのかと思うのは素人ですか。当日午後、奄美大島から馬毛島へ向かい上陸した彼は、現役防衛大臣がこの島へ足を踏み入れたのは、2023年に航空自衛隊馬毛島基地仮称の建設工事開始以来、初めての人間となったようです。実は、それ以前の2022年4月、当時の岸防衛大臣も馬毛島に上陸していました。それから、約2年3ヶ月ぶりで、奄美駐屯地や瀬戸内郡田室地と同様し、その存在を国内外にアピールする意図が感じられるようです。この時、航空自衛隊馬毛島基地の開発を進めると公表したことで、同島を管轄する西之表市では、住民が反対派と賛成派とに二分する状況が生じてしまったのです。2019年1月の西之表市市長選挙では、現職の矢板市長が、仮称航空自衛隊馬毛島基地の建設に反対する姿勢を示して見事再選を果たしました。しかし、この計画で各種保証金や交付金が地元にもたらされると明らかになったため、
賛成派が優位に変わりつつあると言われます。こうした民意の変化を敏感に察知したのか、矢板市長は再選後、馬毛島基地建設に対する意見を表明しなくなりました。賛成派からはこれ以上の抵抗は旗色が悪いと見て姿勢を変えたと見られています。木を見るに里氏とも言えますが、ブレたとも言えますね。もともと馬毛島は島の大半をタストンエアポート社が保有していましたが、2019年末に同社と国、防衛省側とで売買交渉が基本的合意に達したと報道され、当時の河野防衛大臣もそれを認めました。タストンエアポート社は馬毛島に滑走路の整備工事を行っており、このため自社の社員15名ほどを同島民として住民登録していたのですが、だからといって25年も無人島だった島に社会的インフラが整備されたわけではなかったのです。木原大臣は今回の馬毛島視察を前に報道陣に会見を開催し、こうした点を踏まえ目的を社会的インフラの設備がほとんどされていない厳しい環境下で工事の進捗を直接確認したいというコメントが出したのです。馬毛島は平坦な地形で河川が存在しない島です。そのため人が生活するにあって重要度の高い水道の整備がされていません。また電力やガスなどの供給もされていなかったことが想像できます。今回の防衛大臣による馬毛島への上陸視察で先に触れた社会的インフラ設備がほとんどない厳しい環境とは、こうした基本的な電気、ガス、水道等を指しているものと思われるのです。確かに、馬毛島に航空自衛隊の馬毛島基地を建設するとなれば、工事に従事する作業員の日常生活や、工事そのものの過程で基本的インフラが整っていなければ、作業効率の面からも気になる課題でしょう。何より、作業員の健康面を危惧しなければなりません。こうした社会的インフラ整備がないことに加え、馬毛島の基地の建設については、そもそも日本の建設業界が直面している慢性的な人手不足問題を懸念する声も多数上がっているのです。この馬毛島基地の建設では、2024年秋を目途に滑走路の整備を終える計画となっているので、木原防衛大臣に対し、マスメディア側から、この計画は想定通りに進むのかと問いかけがありました。この問いに対し、木原防衛大臣は、馬毛島は社会的インフラ設備がほとんどない厳しい環境であるし、さらに気象にも影響を受けると指摘、それでも可能な限り計画に沿った進捗を目指すと述べたそうです。滑走路整備が馬毛島基地建設において最優先事項とされている背景には、ここを在日アメリカ海軍の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所にすることを重視しているからでしょう。この FCLP とは、横須賀にアメリカ海軍の大型原子力航空母艦が入港を行った際、出港前に航空母艦艦載機搭乗者の技量を実践可能な状態に戻すという資格維持を目的に行われるものということです。FCLP では、入港したことで当該航空母艦へ実際の着艦訓練が行えないので、母艦として航空母艦飛行甲板に見立てた陸上の滑走路を代替に使用して行われるものです。現在は、小笠原諸島の硫黄島が実施場所にしています。在日アメリカ軍は、再編に伴い、横須賀に入港した大型原子力航空母艦艦載機の駐機場所を山口県岩国基地に集約するとしており、ここから硫黄島と馬毛島の距離を比べれば、片道で前者の方がおよそ 1000km も遠いので大幅な負担減ということになるのです。そのため防衛省側としては2024年中に馬毛島の滑走路をなんとか完成させて FCLP の実施場所として稼働したいと目指しているわけです。要するにアメリカ軍の都合優先というわけですね。いつものことですが、 FCLP は1回あたりおよそ10日間、準備期間を含めても最大1ヶ月ほどで、多くても年間2回ほどしか実施されないので、1年12ヶ月の中で必要な期間は最大でも約2ヶ月と言われています。
それ以外の残り10ヶ月間は、馬毛島基地において、今後新田原基地に配備される予定の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の模擬発着艦訓練や、既存の C-130 輸送機の不整地着陸訓練の実施場所として活用するとされているそうです。中国の軍事的圧力に対抗するための防衛力強化の一環として設立されました。この訪問は、滑走路工事の支援や地域社会との連携強化が主目的で、馬毛島では2024年内の完成を目指して滑走路の整備が進行中です。防衛省によると、馬毛島基地の完成は日本防衛の戦略的用地として重要であり、FCLP、フィールド・キャリア・ランドイング・プラクティス訓練の新たな場所としても機能予定です。奄美駐屯地に配備された部隊は、南西諸島の防空任務を担い、地域の安全保障を強化しています。日本防衛の明るい未来に向けて、こうした基地の強化は、西太平洋における安全保障の強化に寄与し、国際的な信頼の構築にもつながるでしょう。また、地域社会との協力を深めることで、地元経済への貢献や公共の安全を向上させる一助となります。自衛隊の存在が、地域社会に積極的に受け入れられるよう、オープンなコミュニケーションと透明性の確保が、今後の大きな課題です。